立ちか上がってきた、上げる、両サイド誰もいない、しかし再び中に戻すマイナスのチャンス、さあシュートを打つ、ブロックされる、こぼれたところ、アキスから打った、もう一度中央からシュート、ゴール、佐々木が決めました。今のは展開で揺さぶられてしまいましたよね。佐々木落ち着いていました。アキスカのシュートが左に流れたところだったんですが、佐々木が本当に落ち着いたシュートを打ちました。この折り返しが落ち着いてましたよね、ま、そうでしたね、まあ、シュートが当たってここですよね。こういうところがやっぱり、やっぱり球際のところがやっぱりね、これ大宮にとっては緩いですよね、これはね。